どうも、今日はね、木曜日なんで、観葉植物に水やりをいつものようにします。で、今週はね、2週間に1遍の、肥料ですね。肥料、これに入ってるんですけど、肥料、こういうやつですね。これを肥料をあげていきます。よいしょ。これですね、手からやると。で、よいしょ。もうどんどん水やりをしていきます。そして、こっちですね、こちらになります。あ、ちょっとで、こっちもね、このプルシアロゼア、これも水やり、肥料をあげていく。いつものように水やりをしていきます。ではちょっとこう肥料戻していきます。肥料を戻していつもの場所に置いてきて、そして、水やりね、ちょっと今日は寒くなってきてるんで、だんだんとこの、ね、青々と茂ってたこの観葉植物が、今はまだ大丈夫ですけど、だんだんとちょっとこう葉っぱの量が減ってくる状態にこうなってくるかなというふうに思います。ということで、こう2つ目の大きさの、観葉植物に、水やりをこうしているというところですね。ところになりますね。今日も晴れとる。まあ昼間はね、暑いかもしれないんですけどね、ちょっと朝なんかほんまに今日なんか肌寒くなってきたんで、ちょっと観葉植物にはだんだんこう、辛い季節というかね、こう縮小というかね、こう葉っぱがこう、小さくなっていく、そういう感じになってくるかな。で、まあ、この量で上から出てきてるな。そして最後にこのプルシアロゼアに水やりをします。まあ、1回目ですね。2回目またこの後やりますけど、とりあえず1回目よいしょ。これで見えない。見えるかな。まあまあ、いつも通り変わらずですね。肥料をこう2週間に一遍やるっていうのがね、いいんでしょうかね。それなりに。そしたら、2回目ですね。2回目の水やり。ちょっとアングル変えますね。いつもではアングル変えました。まあまあこんな感じ。今のところはね、こうまだあったかさもあるんで、こうまあ青々とこう茂っている形にはなるんですけども、
これからこれがこう枯れてくるというところになって、ちょっと量が多すぎません。で、まあまあ、こうやって水やりをこうしていくというところですね。そして、これはまあクルシアロゼアですね。そんなに変化がないかなというところですね、これね。で、こっちはまあ相変わらずこう、艶のある、ね、観葉植物ですけど、これ名前言えないところがこう、ちょっと、あんま知らない素人やなっていうのがバレちゃうんですよね。うん、で、まあこんな感じかな。うん、ということで、まあ、水やりは、こんな感じで、あと2回目をこのクルシアロゼアとこの観葉植物とやっていくっていう形になります。以上、今週は以上です。ありがとうございます。